はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。名古屋のおっとり屋ギターでございます。いつもおっとり屋チャンネルご覧いただきありがとうございます。本日もですね、素晴らしいギターのご紹介させていただきます。本日ご紹介させていただくのはこちら、 VGKTR45E というモデルになります。もうこちらですね、あの有名な VG 寺田楽器さんで制作されているですね、メイドインジャパンのモデルとなっておりまして、このルックスはですね、もう大人気のギブソン J45 のオマージュモデルとなっております。もうこちらのですね、ギターの最大の特徴はですね、このボディーやつに注目なんですけども、 J45 と比べますとですね、約1センチほど薄いボディになっております。もうそれによってですね、非常に抱えやすいんですね。たったこの1センチがですね、全然変わってきますので、ちょっと今まで J45 大きすぎると思ってた方、あと女性の方、体の小さい方にもですね、こちらはかなり人気のある仕様となっております。はい、そしてですね、こちらエレアコタイプとなっておりますので、ステージ上でもですね、もう即戦力になるモデルとなっております。はい、もう非常にかっこいいルックスを持ったこの KTR45 なんですけども、実はこれルックスだけじゃないんですね。この内部までにもですね、こだわっております。この中のですね、ノンスキャロップブレーシングですとか、そういった構造はですね、1957年の J45 をですね、参考にして作られているそうです。ですので外見のみならずですね、サウンドの方にもですね、こだわりを持ったしっかりとした作りとなっております。はい、でこの塗装の方もですね、極薄のラッカー塗装ということで、もう本家の J45 と同じ仕様となっておりますので、ぜひサウンドの方もですね、期待していただければと思います。はい、コンディションの方なんですけども、やっぱブラック特有ということでですね、まあ、磨き傷であったりとか多少の小傷っていうのは若干あるんですけども、大きなダメージというのは一切ございません。はい、このピックガードにもですね、保護シールの方がまだ貼ってある状態ということで、非常にですね、ユーズドとして良好な個体なんじゃないかなと思います。はい、ではですね、その気になるサウンドをご紹介させていただきます。はい、もうJ45 みたいなワイルドなですね、大味な感じもありつつ、この日本製のですね、繊細なサウンドも加味しているということで、非常にバランスの取れたサウンドとなっておりますので、ぜひ聴いていただければと思います。はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。低音もですね、かなりしっかり鳴ってくれております。そしてこのきらびやかな中高音、このロングサスティン、
もうこの辺りはさすが寺田楽器さんだなっていうようなサウンドですね。非常に美しいサウンドです。このワイルドな感じもありつつ、綺麗な繊細なサウンドもありつつ、これだけ鳴ってくれるということでですね、この VG の評価が高いという理由がよくわかるんじゃないかなと思います。はい、ではですね、電気に通して弾いてみたいと思います。いかがでしょうか。この電気に通してもですね、このいかにもエレアコっていう感じでもなく、非常にナチュラルなサウンドじゃないかなと思いますので、これは非常にですね、ステージ上でも使い勝手がいいんじゃないかなと思います。あまり癖のないサウンドと申しましょうか、非常にナチュラルなサウンドでございます。はい、ではこのまま指弾きの方もしてみたいと思います。電気を切ります。はい、ありがとうございます。もうさすが日本製でございます。こういった繊細なアルペジオもですね、しっかりと綺麗に出てくれる、そんなギターじゃないかなと思います。はい、もうなかなかですね、ユーズド市場にはですね、あまり出てこないこの VG の KTR、 もう特にですね、この人気があるこの黒ボディに白ピックガードのバージョンというのはですね、本当に人気がございますので、ぜひですね、お探しだった方はですね、これを機会にご検討していただければなと思います。こちらのですね、ギターの詳細につきましては、欄外に J ギターのページのリンクの方が貼ってありますので、そちらの方からご確認の方をお願いいたします。はい、ということで本日は VGKTR45E をご紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。おっとりえチャンネルのですね、ご登録の方もぜひよろしくお願いいたします。